あるにせよやはり自分たちの戦いでというそういうところにもなりますかね。そうですね、うん、あの相手どうこうというよりも自分たちのサッカーがどれだけできるかというところを、ね、チャレンジしていくと思いますね、はい。まあ、ただ鳥栖はやはり今シーズンは本当に安定感ある強さ、まあ、リーグで最少失点まだ5失点しか喫してないというそういう戦いもありますが、そして中野義弘、松岡最終ラインもここまで高い位置を取って、これずれた結果的に、ただ山下、サガン鳥栖が先制。今年の鳥栖の得点源の象徴でもある山下が左足決めています。0対1。まあ、ちょっとこう当たったんですかね。少し林が体を入れたことによった。下田、あとニアで今ムサオが、そうですね、ちょっとヒールで、ね、ここでで1枚香川ですかね、いるんで、まあ、これは先ほどのシーンですね。この後選手交代が大分も行われそうです。下田、長澤、大分追いついた。長澤の一撃、1対1。これを見せたかった大分、長澤の形です。高さ抜群のヘディングシュート、1対1。まあ、難しいと思いますね。まあ、これで長澤入れた、交代がズバリと的中しましたね、はい。まさにこの形、まあ、高畑ですね、はい、香川に代わって高畑、羽田に代わって藤本、そしてまだ大分行くか、ここさあ藤本、おっと PK ですね。ペナルティー、足が引っかかったっていうね。ちょっとご覧いただきます、うん、この後ですね、このプレーですね。あ、はい、ファン速攻ですね。そうですね、まあ、いやー、ね、大分絶好の逆転のチャンスです。決めて大分一気に勝ち越しになるか。大注目のペナルティーキックです。キッカーは藤本、パクイルビが止めた。いや、藤本は決めきれず、ここはパクが読み勝ち。リアクションあったんですが、いや、完全に読みましたね。素早く始める大分、あ、いい守備だ。逆に今度は鳥栖、本田からさ、ドゥンガ、本田からダイレクトでドゥンガというところでしたが、ポープ、さあこれ置いた、この後、これではもう、そうですね、今試合終了の笛です。サッカーを愛する全ての皆様へ、Jリーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために、 Jリーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。